のろのろさん、30代男性、YouTube の限定の方です。先日 NHK スペシャル、彼女は安楽死を選んだを見て衝撃を受けました。えー、富士の難病に侵された女性がスイスで安楽死の処置を受けるドキュメンタリーでした。えー、安楽死肯定派の私としては、なぜ日本では積極的安楽死が認められないのか、と憤慨しました。 岡田さんは安楽死についてどのようなお考えをお持ちでしょうかまあ、パッパッパッと連続でサイコパスモードで答えるから、まあ、もしあの、傷ついたらごめんなさい。え僕は復讐も OK だと思う人なんで、もちろん安楽死も全然構わないと思うんですけども、ただ日本でね、なんかこう許されないっていうのは理解できますね。実は所有権というものに対して日本と西洋では考え方が違うからですよね。西洋型のパターンっていうのは中心に所有権があるんですよ。 自分のものは誰にも奪えない。自分の所有しているものは誰にも奪えないというのが基本的人権の中心なんです。だから自分すらも自分の所有物だから他人の自由にはできない。奴隷にされないということなんですね。死ぬかどうかの決定権が自分にあるのは基本的人権。これが根本思想です。で、対して日本ではですね、命っていうのは共有財産、共有権みたいに考えられてるんですね。もう私は生きていけない。幼い子供と一緒に自殺しようというふうに考える。 こういうふうに考える親は多いですよね。で、子供を連れて無理心中っていうのを、しょっちゅう報道されるじゃないですか。これってあの、アジア、それも日本でですね、すごく多い。なんでかというと、命っていうのを共有財産と考えてるから。だから、子供の命も自分の命と同じだと考えちゃうんですね。ところが、西洋ではですね、基本的人権の命の所有権というのは、個人個人所属するから、子供と一緒に自殺するというのが、発想の外なんですね。命というもの自身を奪えない個人の資産と見ると、 安楽死というのは、これはもう OK になるで。それに対して、命は全て大事だっていう社会的な共有財産と見ると、安楽死というのはとんでもないわがままになる。これが日本的な考え方ですよね。というふうに僕は考えます。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、大体いい夜の7時ぐらいにあの新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。